お待たせしました。本日は第18期女流王家 A リーグ大雪 B 卓2回戦の模様をお届けいたします。実況は私阿久津翔太が、解説はおさむら、失礼しました、おさむら大プロが務めます。おさむらプロよろしくお願いします。お願いします。それでは対局場の準備ができたようです。第18期女流王家 A リーグ大雪 B 卓2回戦東杯の開始です。立会人藤島健次郎の合図で対局が開始されました。2回戦の並びはチーチャからルミ、ランチャ、伊達、シャーチャ、アズマ、テイチャ、井上の並びとなっております。まずはルミの親番からドラウーピンです。それでは改めまして、おさむらプロよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはルミのハイパイがとても良さそうです。良い良いです。タメンツ完成、ドラが欲しい、欲しいです。こちらは伊達三統一、ちょっと統一寄りな手、うん、はい、東も2メンツでドラがある、はい、いいですね、はい、井上も2メンツドラメンツもあると、はい、三者は割といいですね。そうですね、伊達以外の三者は十分といったところ、はい、東もゴロチのおまけ付きまであるかもしれない。ありますね、はい。さあ、誰が先手を取れるのか。やっぱりね、ドラが1枚あるかないかでね、はい、全然違いますよね。いや、世界変わりますよね、本当に。やっぱりこの一発裏なしだとドラがマックスで4枚しかないということで、その奪い合いといっても過言ではないですよ ね。そして今アズマめちゃめちゃ嬉しいつもでしたね。はい、これで愚形解消&ゴロチが見えるというパーフェクトなつも。ルミア目いっぱい、何が一番嬉しいですかね。ローピンですか、やっぱりローピンですかね。ただゴロチにはなりづらくなりますが、はい、まあでもローピンか、ローピンだったらパーピンの方が良くない？そんなことないですか。ピンフをつけるってことですか。そう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 、ピンフドライチのリーチ、確かに。でも僕ローピンで一応三色、一応ね、一応。まあただドライ表示範囲の高め数ピンだけ三色ってもうちょっともうおまけすぎますよね。まああれですよね、黙ってにして、はい、短期にするとかそういう選択も一応ちょっとありますよね。 ありますね、いい短期探してみたいな。あ、でも普通はこれでイーシャンテン、イーシャンテン、お、伊達も進んできましたよ。イーシャンテンですか。一応一旦 Q1 でローソーとか引けば6、7、8ですね。そうですね。そしてこちらの井上もイーシャンテン、これはもう全員イーシャンテンというところ。目いっぱいなら小さそうですが三色ですね。はい、なかなか転廃しない。数ピン引きは玉手になりそうですかね。そうですね、三色ドライチで十分と、形が良くなりました。はい、ルミはリャンワンを引きたい。お、123だ、嬉しい。はい、そうか、123ですね。はい、3番がルミに3枚、ナヌ。ただルミの3番これ出る可能性ありますね。はい、先に井上がテンパ入れて闇点ならルミが危ない。そうですね。お、ここでチーテン取った。おー、サブロッソーがそれでも、あ、4枚目か。ちょっと薄くなってたところだったんですね。ここはリャンワのテンパ入れました。ルミ打点は単用のみ。リャンワウーワンが打点があんこなんですね。そうですね、打点に3枚、リャンワンが2枚ですか。2枚ですね、全部3枚か。テンパイ、これはゴロチに取るか、それともサブローピンか。スーピン玉、ゴロチに取った、うん、はい。ここは貫老ピンの闇点、山に1枚。お、そして井上テンパイ最後の3枚引きましたね。はい、サブローピン3色確定しています。てか井上貫老ピンが切られるも結構ありますね。ありますね。海の現物なんですよね。
3か6切るなら6になりそうですもんね、はい、いつでも危ない。山を積もったルミ、単野を500オールの上がり、2人の3色をかわしての上がりとなりました。ちょっと地位点取ったの意外でしたけどね。はい、なんとなくまだ取らなそうですね。もう一歩頑張ろうかなというところもありましたが、ここは一つシビアですね。シビアに来ました。はい、シビアな選択ルミ。さあルミの連チャン、本局1本はドラーパーピンです。悪くはないですね。6、7、8までありますね。そうですね、1、2、3、4、はい、カンチャンばっかりですけど、アズマがマンズですか。うん、マンズになさそう。井上はピンズ、そうですね。まあ、そして伊達は打点こそないものの形はいい。形は一番いいですね。はい、泣かない。そして2枚目が出ない。けどまあすぐ出そうっちゃ出そうですよね。はい、この泣かずという選択どうですか。まだ足りんってことですかね、そのピンズにするにしても、うん、ちょっと形が微妙といえば微妙ですよね。僕は泣きそうです。はい、僕も泣きそう。なんかドライチやったらもっと泣きやすいんですけどね。そうなんですよね。でも泣いちゃうかな。あ、ここで9ピン切り。本日は一旦なしにしたかな。うん、やはりちょっとピンズで染めるのには形が苦しいというところですか。さあこちら東の手牌。あ、でも井上1万切ってるんですね。あ、そうですね、はい、そうか。2枚目の白は動かない。あ、泣かない。なるほどね。どっちかっていうと単野にしたいとか、まあ、受け主体になってるってことですかね。はい、サルミも一歩前進。ドラですか。一旦1万か。3、E1 なのか。キューピンが4枚切れていて使いづらいドラー、つもぎった。おー、いらないよとですね。まあターチャーに対する牽制みたいなのもあるかもしれないですね。はい、これでソーズか。はい、そうそうそう、はい。いや、これドラ切ってからソーズ両面払ってのリーチだとかなりインパクトは強いですよね。まあ怖いですよね。はい、なんかすごい面単品でなんかイーペイ効果なんかついててみたいな。そうですね。それかまあマンズドラメンツがすでにあるとかね。はい、なんかしら十分な手が出てきそうな感じですよね、うん、引き戻していいシャンテン。ただ何もないのでどうするか。まあ6ピンですかね。はい、うん、いいシャンテン。ウーソーチーソーチーテンがあるかどうかというところ。ルミあるんじゃないですかね。うん、順目も順目ですもんね。テンパイ、これはリーチもある。お、いかない。いかない。ウーソーが場に1枚切れ。ここはカウンソーの闇点を入れました。これマンズに行く可能性もある。そうすると危ない。あー、 E1 引きとか。 E1 引きですかね。はい、まあ、アルミとしてはなんか両面に変化してほしいところ。これテンパイでどうするか。ウーソーウーソーもう一回行くのかリーチするか。あー、行った、はい、これはルミの上がり。単野をドラ1、3900は4200の上がり。ここは冷静な闇点で一つ上がりを拾っていきました。
の当院局日本馬ルミのレンちゃんです。今は G1 そこそこドラを引ければというような手、逆配から切っていきました。そうですね、はい、さあ発をスルーした伊達ちゃんたか、一応ちゃんた狙い含みでいくという感じですね。はい、東もほんのり 1,2,3 井上も 7,8,9 がちょっとありますね。ルミはこれで4統一。そうですね、ルミあの手から発とラン初から行きましたね。はい、狙いはどういったところになりますか。やっぱりリーチ手順ってことですよね。はい、厄介を先に処理してと、はい、いうところ、立ち上がれる前にっていうことですよね。はい、ドラドラ、ドラドラですね、嬉しいです。ただドラドラ使い切るとなるとちょっと難しさもあるかもしれない。チュンが重なるとかがあればね。そうですね、うん、またマンズ2メンツになってくれるみたいな。そうですね、それもあります、うん、まあ、もしくはもうチームもう1個引いちゃうか。はい、あ、これで使いやすくなったか。そうですね、使いやすいのか、まあ、もう1回6球ワン引ければけですけど、ね、はい、6球ワンが欲しい。まあ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 、これで次何引くか次第ですね、井上は。そうですね、サブローピンから引いてと、まあ、やっぱ8万になるよな。お、2差しになってきましたね。2差し、もう3ピン引くだけ。さあ選択の時、8万おお、ドラ2枚絶対使えますと。絶対使うとですね。はい、6万1枚切れ、ドラ表示板に1枚。はい、ちょっとピンフドラ1とかやってませんということですか。ですね、一旦数ピン急走。あ、そうか、単野もあるよってことか。数ピンが重なったり、もしくはウーピン引き戻しも、もう一回、あ、自敗統一落としですかね。はい、あ、というかチーマンが8万、チーマン8万ポンするってことかもしれないですね。確かにドラポンして数ピン、まあ、ウーピン切ってるとはいえくっつきもありますもんね。あ、まあ、とはいえ、とはいえですね。はい、着々とちゃんたになってきている伊達。リャンシャン手まで来ましたか。はい、パツもまだある。井上が持ってるんですよね、これを泣くかどうか。あ、進めば出ますよね。はい、でも9万これでもまだあるか。まだ、あ、結構いっぱいありますね。そうですね、1,2,3,4,5,3 枚6球1は山にありますね。そして東2差しを目指していたんですが、ここでどうするか、うん、Cピン切り、Cピン自身でウーワンは切っていますが、うん、ここで井上がテンパイリーチ、その発を伊達がポン、なんとチーマンのシャンポン待ち。はい、まあもう何狙いと言っても過言ではないでしょう。そうですね、1枚切れの何。はい、それがどこに行くか。伊達としても強気に仕掛けていきました。ただマンズが通っていないということで、天敗したら勝負するかというところ。これ手牌の安全牌がかなりないですよ。ないですね、まあ、キューピンと、はい、一応形維持しつつ。そうですね、 G1 ドラを積もった井上、リーチツモドラさん2,0004,000は2,200,4,200、非常に大きな上がり。そうですね、さっきも井上さんは万願積もからですね。そうですね、ただ1回戦はちょっと小さめの浮きの2着で終わってしまったということで、はい、今度こそトップ取りたいなという気持ちはあるでしょう。そうですね、トップというか、まあ、トップは当然欲しいし、はい、点数が欲しいですよね。欲しいです、ある程度プラスを持ち帰りたい今日の井上。さあ、あと2曲伊達の上番です。ドラーリアンピン、よさげです。よさげ、はい、マンズの一気とかになるかもしれない。
はい。東もドラを持ってきて将来性はあるような手。将来性確かに。はい。なんかドラくっついてメンタンピンドラみたいな。ルミはちょっとピンズに寄せたいような。そうですね。さだてぎシャンテン。いつ見切るか。ストレートに9万。はい。さあ将来性。うん。マンズの本質見てもいいかなっていうのはちょっとありますよね。はい。サルミは想像両面ができたことでちょっと本一まで行きづらくなったか、うん、これで打点いいですね。打点が見えてきた。はい、嬉しい。まあペン3万ペン3ピン残りでも全然3ピンから引いた方が嬉しいけどしょうがないですからね。はい、ドラが1枚あってもうサブロー1匹でもリーチ打ちそうですもんね。はい、うん、東は両ピンか3ピン引きたい。受け両半みたいなの、例えば、はい、タンヤオドライチとか、はい、受けタンあのイーペーコードライチみたいなやつ、はい、リーチして積もりたいですよね。積もりたいです。みんなそうだけど。リーチして積もって、まあ、子供なら2,000、3,900、そうなんですよ。俺なら3,900オール、非常に大きいですもんね。もちろん理想を言えば両面が嬉しいですけど、受けでも打点はあまりにも十分と。リーチした時のね。打点アップ率がやっぱでかいですからね、はい、そうなんですよね。やっぱりそういう手を何回積もれるかっていうのが大事になってきますよね。うん、さあこれでチート打ちのイーシャンテンルミメンズでも保留できるような形。そうですね、タンヤオイペコだったりもありますよね。はい、チーピンやパーソをルミ仕掛けるかもしれないですね。仕掛けてタンヤオですか。タンヤオ、はい、これはイーシャンテン、ただドラリアンピン、イーシャンテンどうするか。チートイツにもなるってことですね。はい、打点でローソー切りとかもあるのか。ペー切り、ペー切り、なるほど。メンツだ。はい、さあそして長いことイーシャンテンの打点、ここは数ワン切りました。なるほど。バニーはシャーが1枚切れとチーは1枚切れ、お受けは結構狭くしたような形ですね。そうですね。さあチートイツ先輩アルミ数相談機、バニーは数相出ていない、井上が2枚持っています。からどんな短期に変わっていくか、何か間違いでリーチがあるのかどうかですね。はい、あんまりリーチないか。良さそうな間違いあんまりないですか。そうですね。てかまあチートイツのみ、はい、どうするか。両ピンドラの両ピン短期になってもダマテになりそうですし、リーチはなしですか。になりそうじゃないですか。あ、数層がそのまま出ましたね。はい、はい、ここはルミの上がりです。チートイツ1600の上がり。街を変える前に上がりとなりました。このハンチャー早くも3度目の上がりですか、ルミは。はい、かなり上がりを積み重ねていきます。サトン3曲、東の親番です。ドラはローソー。お、いい。2メンツ。2メンツで、トントンが。あ、嬉しい。もうくっつき。いいシャンテンですよね。はい。しかも6、7、8もある。本当だ。これもドラもあるし、もう最高ですよ。最高すぎる。もう、ローワンかチーワン引くだけ。ローワンかチーワン引くだけですね。はい。ビッグチャンス。あまりにも大チャンス。そんな東、しかし6万が、はい、今打点に3枚あるんですね。なんと、じゃあローワンから引いたら嬉しいですか、もはや。そうですね、はい、まあ、てかまあ3色にならなくても、例えば、はい、なんだろう、まあ、そうピンズやソーズがね、はい、伸びるとかでピンフドライチでも全然嬉しいですよね。嬉しいですね。リーチして積もって2600オール、
十分すぎますね。ヤルミもでもこれこの形ですよ、はい、イーシャンテン、かなり広い形。いやー、ズマ早くテンパイしたい、早くテンパイたいですね。はい、なんかだんだん追いついてきたみんな。あ、もうテンパイだ。だけど一旦短期の、はい、現状役割ありません。待ち替えはいくらでもできる。ただね、安いんですよね。安いです。何もない。何もない。これ井上も勝負手ですね、ドラガーって。そうなんですよ。今の嘘。伊達も形は悪くないですし、これぶつかっていきますね。ベンチーマン。ベンチーマンじゃない。欲しいのは。あ、テンパイ取った。取って玉か。はい。あー、すごいの引いた。うわ、もうめちゃくちゃ高い井上、大チャンス。もう東よりも井上の方がチャンスになってる。そうですね、はい、もはやだいぶ。あー、来たー、やっぱり東の方がチャンス。678やみて3色ドラ出たら7700。しかも、はい、馬強も結構良さそうに見えますよね。マンズが結構切られてる。 G1 山に3枚、ルミ E1 短期でリーチだ。筋引っかかってる。バニー1枚切れ山に2万。あ、そっか、3色の東が1枚持ってる。はい、けど出る範囲ではない。そうですね、ただ東数万引いたら か井上は欲しい。これどこまでも押し返しますね。はい、降りてられない、うん、いや勝負だ。そして東としてもリーチしたルミの筋になってる G1、はい、このまま闇点で行きたいところですね。はい、両ピンを考えてる。一数万がちょっと薄くなってるのか。1、2、3、4枚。両マン切り、両マン切り。3万も通ったってのがありますね。安全にいけると。ただでも9万も通ってたんですよね、東が通しますもんね。あ、そうですね、9万も通ってる。てか9万も2枚切れてるのか。そうですね、はい、で両ピン。いや、井上としてもなんとか頑張りたい。そして G1 はまだ全然ある。 E1 も全然ある。伊達もイーシャンテン。 E1 は山に1枚か。そうですね、 G1 がここに来た。あ、これがちょっと危ないというか結構危ない。はい、ただあの時 Q1 を切らなかったことでちょっと出る確率は減りましたね。そうですね、先Q1を切らないと今打ってたかもしれないですね。はい、ただ結構な確率で出る G1 どうなる。 E1 積もったらサイリーチ積も700、1300。この E1 が持つ意味は非常に大きい。2人の勝負手をかわしたルミです。そうですね、はい、はい、自分の手は大した手じゃないですけどね。はい、でもまあ700、1300も嬉しいんだよな。嬉しいですね。これって言うと別になんか500銭でも嬉しいしみたいな、はい、嬉しくないのは別にないんですけど、ね、そうですね、コツコツが大事。そうなんです、はい、さあ井上の親番です。ドラは、数は、うん、はい、形はまずまず、うん、ルミもまずまず、伊達もまずまず、まずまず、はい、そして東はまずまずといえばまずまず、まずまず、はい、まあ、各社それなりの手配といったところ、ね、はい、点数としては現状東と伊達が2万6000と2万2400ということでちょっと点数欲しいところではあります、ワイの上。さあルミが一番早そうです。ルミがいいですかね、うん、どうするか。3万、あ、1万ね、パーワン切り、うん、そうか、ドラ数万だから、まあ、3万はちょっと手がけづらいのもありますね。イーピン切りなんかも面白いなっていう。まあ、イーピンもあります。はい、ただ結構パーワンはなんかシンプルにいった感じですよね。そうですね、まあ、普通じゃ普通ですよね。シンプルですね。お、3万切り、
これは意外でしたね。意外ですね。まあ普通はパーソーですよね。はい。アズマも一気通貫含み。これはもうパーソーを持ちますね。はい。特に想像が良さそうというわけではない。そうですね。うん、情報としてはアズマが第一ライン急走のみ。それ以外想像の情報はありません。妄想引き、嘘想引きみたいなことかな。ゴロチってことですか。まあ単野を。あ単野を。さあこれでルミがイスチピン闇点。イスチピンだと上がれる。そうですね。イーピンは出上がりできない。はい。けどまあすでに2枚切れてる。まあほぼスチピンだと。ですね。ドラこのドラは使いたいところけどちょっと厳しいですかね。だってはね、はい、6球層どうするか。ここで6球層に変化。数ピン切りましたか。なるほど。いいピンではなく、はい、まあ、親の現物っていうのはありますかね。全体的にも安全度ですね、はい、後々の安全牌としていいピンを残したというような、うん。そして井上イーシャンテン。さあこれでドラ短期のリャンシャンテン数層切り。上がってたけどいいピン。ここはいいピンとスライド。これでウーソー引きでゴロチになりますね、ルミは。あ、そうか、そうですね。はい。そうか、ゴロチか。確かに。そんな未来があるかもしれない。選択どうするか、3万2枚切れ。うん、ここはそのままと。ロースを積もったルミ。ピンフツも400、700の上がり。まあ、このハンチャン、ほとんどルミが上がってますね。井上が1回上がった以外は全部。そうですね、全部ルミが上がってますね。はい。けど高い上がりはないですよね。はい、コツコツですね、うん、井上は1回漫画詰まってるか。はい。さあコツコツ積み重ねるルミ、これで難入です。コツコツでまくり返しましたね。はい。さあ難一局ルミの親番ドラはローピン。コツコツ積み重ねて迎えた親番ドラが1枚来た。ウーピン欲しい。欲しい。ウーピンはありませんが、まあ後から引けばいいでしょう。そうですね、悪くない。はい。伊達はちょっと形微妙なところではあります。まずまあリャンワンを引き入れて悪くない手。おっと、いいですね。上がるだけなら簡単そうな手。そうですね、うん。7、8、9だ。7、8、9ですね、はい、結構遠いですけどね。遠いですね。時間かかりそう。おっとっと、シャンテンチュン切り。何ポンテンかけますかね。かけそうですかね。うん、刺して高くなる。あ、でもそうか、三暗光になったりする可能性はあるってことか。そうなんですよね、三暗光という希望が残されています。1枚スルーはあるか。そう考えると、そして東マンズまでいけるかもしれない。これでリーチか、うん、井上からの先制リーチ。スッチーソーシンプルにですね。はい。うーん、ルミとしてはこの手でなかなか迎えづらいところ。そうですね、展望も一応あるので、はい、無理はしない。伊達としてもパーソーが4枚切れということで、あ、もう厳しいでしょう。となると井上の一人旅になるか、はたまた誰かが粘れるか。あんまり粘れそうな人もいないですよね。はい。
ルミがうまくいけば 1,2,3 があるか。しかし東も、あ、積もりました。はい、井上がチーソー積もリーチ積も、700,1300 の上がり、ちょっと嬉しいテンパネです。本場だったらテンパネしないですからね。ナンバのおかげでテンパネ、はい、ちょっと嬉しいですね。ちょっと嬉しいが痛いですね。さあ何二曲、伊達の親番、もう井上とルミしか上がってないですよこのハンチャー。今のとこそうですね、はい。さあそんな状況を打開していきたい親番の伊達、ドラーウーワンです。武蔵、武蔵な気がします。武蔵は、はい、9枚中6枚、はい、まあ、ドラウワン引きでもいいと、どっちか、ね、はい、ん、5トイツ、チートイツか、イーシャンテンですかね、はい、単野落ちトイツ、イーシャンテン、しかもドラを持ってる、もう単野落ちトイドラドラ1本みたいな、なるか、まあ、単野がいるかいらないかは、まあ、はい、ローソー1枚切れてるけど、おお、3腕切りですね。メンツテを見てるわけでもなさそうですよね。そうですね、うん、ドラーターツですからね。さあそしてルミは国士、現状九州、これで東もかなり縦に伸びてきましたですね。3枚痛い、痛い、ただその3万が薄くなったのも伊達としては痛い。伊達としてはこれもう仕掛けありますか。伊達3万が薄くてスーピンも1枚切れ、はいはい、ちょっと面前がやや苦しくなってきたようなところではありますですね。親だし、はい、もうリャンソギリチートイツは見ずる、三品切りとかもありましたよね、はい。これで伊達はイーシャンテン、はい、イーシャンテン、ドラ引きは嬉しいところ、嬉しいですね、はい。これで伊達が、伊達もついてくるかもしれないというような手、まあ、ただ国士が一人いるということで初が一体何枚あるんだろうというのは分からない、そんな状況です。とはいえ、あ、でも初切りもちょっとありますか。ありますね、初だ、初ではなく単葉で戦っていきます。一応三子来たー、ドラ引き、三品短期、なるほど。普通はまあ1枚切れの中短期ですけど、まあ、自身の捨て牌が結構、まあ、チートイツっぽいっていうのと国士無双っぽい人がいるので、はい、バニやすいピン図、まあ、3ピン確かに数層に変えた、ソーズも安いのか、ロー、ただ東が2枚、あ、はい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 、山に残り1枚、いや痛すぎ、痛すぎる、あまりにも痛い。え、ちょっと待って、あれ、え、テンパイじゃないですか、言いそうですよ、びっくりした、あ、ごめんなさい、本当だ、今テンパイしましたよ、テンパイですね、言いそう、誰も持ってない、あ、バニ3枚か、バニ3枚、一山、え、これなんかすごいこと起きてる、いや、ちょっと待って、これ井上3千6千逃した上に3万2千とかなったらもう本当に悲しすぎる、悲しすぎますね。しかも伊達も差し子のイーシャンテンですよ、これもうすごい曲ですよ、みんなだって19自敗切ってますから、まだ、うん、ほらみんな天敗だと思ってない。でも4枚目のイーソーは話が違うか、4枚目は当たるとしたら 100% ですからね、はい、伊達が天敗、関数ピン、これも打点十分、単葉三色ドラ、数ピン誰も持ってない、山に3枚、東は何もいけない、白3対1対3万2千の1、井上もでも降りれないですからね。いやこれ白短期に変えた、白は1枚、やるみは当然押しますよ、3万2000ですよ、イーソーまだいる、伊
手に行った時か。そうですね、止まるかどうか。井上としてはドラドラとはいえ止まるかどうか、4枚目どうするかですよね、はい、上がりはなくなってしまう。でもこれもうルミ明確に押してますよね。押してますね、はい。ちょっとテンパイ警戒になるか。さあ最後のイーソー、最後の鳳凰は誰のもとに。積もるもありますからね。あります、山に、あの残りの山にあるわけですからね。はい、誰のもとに羽ばたく。イーマン、場に一枚切れ。やめるもあるのか。やめるもあるけど6400。今言った、まだ戦う。これはちょっと井上も天敗だろうというのは周りからしたら思うところ。チーピンが場に4枚目、パーピンノーチャンス、スーピン積もった盾、タンヤを3色ドラ、2000オールの上がり、これは非常に大きい。井上痛かったですね、3ピン痛かったですね、あまりにも。まあ、その前のイーシャンテンで3万切ったのを捉えてれば馬単騎で積もってるってもありますよね。そうですね、うん、2回チャンスがあったということですか。いろんな選択がありました。あわやルミの3万2000もありました。ここは伊達の2000オールで着ということになりました。さあ何曲、伊達のレンチャンドラローピンです。伊達がドラ1、アズマいいですね、うん、井上もいいですね。3色になるかもしれない。ルミはちょっと苦しいですか。国士無双をよく見てないとダメですね。そうですね、なんか大体できないでしょみたいな感じで見てると、はい、いつの間にかテンパってしますね。スッとテンパイしてましたよね今、うん、あれなんか結構整ってるなと思って見たら、あれテンパイかみたいな、うん、ちょっと気をつけます。いやー恐ろしかったですよ。でテンパイした瞬間は各社やっぱり八百中杯まだ切ってる段階でしたから、うん、本当に危ないところでしたよね。いや本当そうです。とした瞬間に3万2000と言われる、それが国士ですもんね。すぐ磯が置いてあったら切りますからね、はい、終盤はまああれですけど。本当そうですよね。なんか国士って大体テンパイしてるの気づくのって押してる時じゃないですか、まあ、よっぽどじゃないと脳天で、はい、大体脳天じゃないですか、ね、そうって思うじゃないですか。だから怖いですよねその瞬間が。本当そうなんですよ、はい。今のもやっぱり伊達に対して押してたから各社の警戒が一気に高まった。 そこまでの段階だとなかなか止められないし、例えばみんな面前だったりすると、はい、それも分かりづらいですからね。そうなんですよね、押してるサインというのもなかなか分からない、うん、さあこれでイーシャンテン、はい、スッチーピンとイースーソーというような形、まあ、ローソーの盾でも転配できる形です。イーソーが場に3枚。なるほど、うん、とはいえここは伊達が先制リーチ、カンチーピン積もれば2600オールという十分な打点、はい、そして東もテンパイ、スッチーピン、ここはやみてん、はい、ダマテンしましたか。はい、チーピンの受けがかぶっています。東はピンフ、スーピンが山になくてチーピンが山に、2枚、チーピンのめくり合い、あとは東が町変えることはあんまりないか。ローピンが切りづらいか。ローピンツモとか。あ、そうですね。ローピンツモ。ドナウのローピンツモもどうで、これどうしますか。スーピン切ってリーチはありますよね。はい。あ、でも9ピンだ。9ピン切ったらまた。安全に行くならこうですよね。うん、そうなっちゃいますね。単品ドラドラ打点十分な東。まあ、安全かつ打点もつくという。この負け付きで9ピンとなった。これは、まあ、ウーピンが今取ったところ、まあ、そうですね、はい、まあ、これで東からすればスーピンがワンチャンスになった。ただスッチーピンと変える待ちがないか。ドラマタギの変える待ち、そうですね、変える待ち何がある、うん、
なんか微妙ですね。わざわざ変えるほどではないか、リャンワンぐらいか。ルミがイーシャンテンですが、チーピンを切ると打底の補充となりますね。頭根で、あ、一数間のリーチを考えてますか。ありますね。まあ、リーチするならリーチドラドラで打点は十分ですからね。ピンフや単用にこだわる必要はない。チーピンでリーチした方がいいかなって思っちゃいますね。確かに打点がだいぶ違ってきちゃうんで。積もって跳ねまんですもんね、うん、さあルミはどうする。チーピンはいかないよね、さすがにね。はい、ここは現物のチーワン切り。チーピンまだ山に2枚いますよ、はい、どっちも上がりたい。アズマが積もれば2400、伊達が積もれば2600オール、どちらも十分です。さあここで選択ですね。リャウンワンなのかスチーピンなのか。お、リャウンワンにした。リャウンワンしました。そして闇天ですね。やはり闇天の選択は変えずというところですね。どっちも危ない。まあ、ルーピンワンチャンスってことですか。チーピン積もった伊達、リーチ積もドライチ、2600は2700オール、この2局非常に大きい中打点決めていきました。26オールはまあ高打点ですよね。高打点です。もう中じゃないですね、高ですね、うん、2000オールまで中打点でいいですか。2000オールは中打点、2000オールもでも高打点ですよね、はい、まあ結構高いですよね。なんか52より高いですから。そうなんですよ、はい。まあ公式ルールだとね、はい、なかなか高い手が出にくいのでそういう感じになりますよね。そうですね、感覚としては。この2局で一気に浮きまで来ました伊達。そして連チャンです。何2局、日本馬ドラチーソー伊達の親番、ドラあります。ただ形はそこまでいいというほどではないでしょう、はい、受けが解消できればというところ。で、まあ、さっきもそうですけどドラが1枚あれば、はい、受けリーチでもというところありますよね。そうですね、積もって2000オールなり2600オールなり高打点ですもんね、十分高打点です。はい、いや本当に大きいですよね。なんか子供だと1000、2000はちょっと中打点みたいな感じしますよね。まあまあそうですね、3900とかね、はい。親の2000オールはやっぱり大きい。そうなんですよ、親の2000オールとか5800はかなり大きく感じますね。はい。ん？もうペイ統一落とし。そうですね、トンやナンは残しての置いてですね、はい。ハクが重なった、これで仕掛けもあるか、仕掛けそうですよね、はい。ルミはちょっと時間がかかりそうです。誰か蹴ってくれって思ってますよね。はい、現状の点数状況は東が一人沈み、ただ浮きの三者としてもそこまで大幅な余裕があるわけではない。そうですね、ちょっとずつですよね、はい。逆に言うと東も一上がりちょっと大きい手が上がれれば、はい、すぐトップ争いですからね、はい。ちょっと2400積もるだけでも世界が変わってくる、はい、でも2400は難しいんですよね。そうなんですよね、なかなか。なんかされるのは簡単なんですけど、するのは難しいんですよ。どうしてなんでしょうか。みんなめっちゃ上がるやんって思いますよね。なんで俺上がれないのみたいな、はい。しかも親かぶりじゃんみたいな時ありますけど。ただのうちですね。ハネマンなんか本当になかなか上がれないですからね。いや本当そうなんですよ、はい。さあこれでルミも形ができてきました。そうですね、ちょっと良くなってきた、はい。伊達の欲しい箔はまだ山に2枚。そうか、誰も持ってないですね、はい。井上としては小さにくっついたときに5、6、7、8両方狙える形です。ただ
順目ですよね。はい、ちょっと目いっぱいにとはいかないというような順目でした、うん、うん、聞いてないつも。ああ、ここはもうペンさんは払ってと、はいはいはい、単ヤオですね。はい、イシャンテンルミですね、はい、うん、伊達がなかなか伸びない。ハクはどこに行っちゃったんだ、そんな気持ちです。アズマもイシャンテンになりましたか。はい、形十分。これで井上単ヤオ三色ドラマで見える。形は良くなりますが、まだヤシャンテン、ドラ、ここは一旦切らず、はい、8万が2枚切れてる。はい、だって転廃できるかどうかすら怪しいところ。そうですね、ハクが全然どこにも行かない。はい、ドラ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 、これは嬉しい。嘘かな、はい、自身で9ピン切っていうので、できればサブローピンから引きたいところ。うん、まあ全部仕掛けるんじゃないですかね。ウッパワンも泣きますか。うん、泣くと思います。はい、もう終盤に差し掛かっています。目いっぱいするか。目いっぱいしましたね。ドラ切りあるか。チーマン切るとポン。このチーワンを井上がポン。これでフリテンのサブローピンのみ上がれる天敗です。天敗、天敗だけど小そう。ドラの小さ、しかも一数万が今4万。おドラ切った。切りましたね。これはポンしない？井上ポンせず。うーん。せずですか。ポンすると振り点解消で伊達もアップ。はい。はい。した方がだいぶ良さそうに見えますけどね。そうですね。ポンしてパーピン切りでフッチピン伸べたんですよね。はい。しかせず。アルミが一数ワン、ハクションパイ、まあ切りますね。切りますね。ドラも切ったぐらいですし、はい、そして伊達がポンテン、関数ピン。さあ東がリャンワンテンパイ。この数ワンはルミの上がり、ピンフ線は1600。ここは強気にドラを勝負した見事な一局でした。一数ワン全然なかったですけどね。はい。はい、このハンチャンは非常に何度も上がるみがこういうかわしてを上がってのハンチャンとなっています。そうですね、確かにいいハンチャンとかね、はい、いいズミだと。まあ欲を言えばあの国士上がりたかったというのはあると思いますが、まあ、欲を言えばってもうめちゃめちゃ上がりたいそうですね、はい、ただまあ非常にいい内容で打てているというような感じじゃないでしょうか、はい。さあ南三局、東の親番です。ドラローピン、ドラは誰も持っていない。ちょっと縦な東、こういうの見るとすぐスワンコだなって思っちゃうんですよね。スワンコしたいですよね。したいんですよ。持ち点も東現状少ないところ、なんとかしたい、はい、まあでも親か、親なんです、はい、あもうスワンコですっていうか、チヒトイツのイシャンテンです、ね、はい。井上もなんかうまく伸びれば打点がつきそう。ルミもそんな感じ。ドラ、これドラもう一回引きたい。伊達もう一回引きたいですね。はい、メンツでのイシャンテンにもなりましたね。はい、おっとイシャンテン一応一旦急走とか、一旦急走から単位を三色含みの変化もあると、はい、夢と未来がある。そんな手、そのままテンパッチャーもありますけどね、はい、思い切って言いそうか。言いそうじゃないですか。もう思い切らずとも言いそうですか。言いそうでいいと思います、うん、はい、ここは思い切らなくても言いそう、まあ、これでかなり打点は確保されたというような手ですもんね。そうですね、まあ、あとまあダマ点が効くかもしれないというね、一応トップ目なんで。そうですね、うん、リュウイソは無理か。リュウイソだいぶちょっと難しい。お、これは嬉しい。嬉しい。ローソー超勝負手、リーチになるかな。リーチですか。ちょっと物寂しいですがリーチですね。ここはリャンワンのリーチです。思い切って
キューピン切るとかもちょっとありますよね。鎮逸向かってありますね、はい、ただまあ親だからな。はい、ここはシンプルにリーチという判断。鎮逸ですよこれ。 C1 引くならみたいな話もありますよね鎮逸リャンペイコーのいいシャンテンみたいな、ね、さあルミどうする。安牌がローソが長筋、ワンチャンス、リャンソー、まあ、3層が早めに切られていると、うん、さあところでリャンワンは 1,2,3 山に 4枚、うん、高めが1枚ですか。伊達がどこまで押すかですよね。そうですね、ここで現物の3ピン、はい、でも天牌なら押す構えだと思います。まあ数ピンは今取りましたね。はい、これで E ピンも安全に切れると。一応いいシャンテンキープしてますが、中筋、中筋のローソンに手をかけるか。お、9-1押してますね。まっすぐ行きましたね。はい、テンパイ6-9ピン、ここは闇点、まあ、第2打、東の第2打がパーピンということで、うん、出上がりもそうですね、はい、期待できますよねと思いきや、東が9ピンあんこと。あ、そうかそうか、そうですよね。はい、リャンワン掴んだ。これは行くか。行きそうかな。はい、自分が勝負手ということでここは勝負となりました。東の上がりリーチ2000点です。まずは東なんとか連チャン成功。あれくらいは押しますよね、はい、やっぱり、まあ、高め単用ピンフドラドラで万願クラスですから、うん、十分勝負の価値ありましたし、まあ、2000点であれば問題なしと。一つ積もられたり4点バック払う、はい、私も同じぐらいは出ますからね。そうですね、問題ないでしょうという一局となりました。さあ東の連チャン南三局一本バドラー E ピン、まあ今回もつなぐ一局になりそうですね。そうですね、高くなりそうな感じはあんまりない、うん、はい、おっとめちゃくちゃいいですね、うん、はい、今回も東対伊達になるのか。井上はドラが1枚、ルミは4トイツ、うん、まあ、あ、まあ、いいシャンテン、まあ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 、あんまり嬉しくないけど。そうですね、まあなんか一旦ピンフテンパイからピンフタニオイーペイコーみたいな、ね、なればってことですね。はい、そしてチュンのポン、東仕掛けていきます。まずは1上がり、そして2つ上がって連チャンしていきたい、そんな一局。そうですね、うん、簡単にテンパイ、はい、6球ピン、しかもなんか、あ、今日がめちゃめちゃいいというか、ピンズが特に上がかなり切られてる、すぐ出そう、誰も持っていない、チーピンも自身の目から4枚見え、もう完璧な理想的状況。7山ってことですか。7山です。もうなんなら先にスッチーマン引きたいぐらい。スッチーマン先引いたらリーチもあるのかな。打点でリーチありますよね。ありますね。上がりが非常に嬉しい局とはいえ、さあただ東も黙っていない。3ピンチ3345から泣いていきました。苦しいは苦しいですね。はい、ただ苦しくとも連チャンするしかない、そんな東。そうなんですよね、はい、ただなんといっても7枚ある6球ピン、さすがに6球ピンの上がりになりそうですけど、7山先に東の上がりがあるのか。選択、今切られたパーソーですが残した、はい、カンパン払い、まあ9ピン、はい、ね、はい、7山の力は強すぎました。ピンフ1000は1300、伊達の上がりです。井上からの上がり、さあこれでオーラス南4局を迎えます。井上の親番です。現状は東の一人沈み、ただ井上としても31800点ですか、万願積もられたりするだけで、というか12000積もられるだけで沈むというのはちょっと心中穏やかではないでしょう。チリピン、井上
そうですね、まあ、トータル考えてやっぱ上がりたいっすよね。上がりたいです。あ、伊達がドラドラ、伊達いい、いいです、明確にいいです。アズマも良かった。はい、アズマとしても一人沈みやっぱり回避したいというのがありますよね。となると井上を連れていきますか。井上を連れていくのが一番現実的ですかね。はい、2センツも。おっと、井上も進んできた、うん、急走ですかね。はい、これでまだ無難仕掛けてみたいな進行もあるでしょう。ルミドラ3キューピンかな、一旦仕掛けどうですか。これ仕掛けますかね。でも何仕掛けるっていうのがあるか難しいな。チーマンとかですか。チーマン泣きたいです、はい、泣きたい。ウーピンポンどうですか。ウーピンポンもしそうですね。これどうするか、ペーする、ペー切りたい、うん、ペーだ。まあ、こうなるとウーワンチーですか。はい、いやドラさんは非常に嬉しい。逆にこれ井上としてはピンチ、積もられるだけで沈みの可能性が出てきた。東も十分な形、はいはい、ダブナンポン、ルミダブナンのみでトップですよね。はい、うん、十分。そしてローピンチからスタート。なるほど、これは積極的に仕掛けていった。ローピンチか、思い切った仕掛け出しになりましたね。 そこは一面と一ジャントでいいかなっていう感じでしたね。はい、まあ、ピンズを3面ツにしに行ったと。このチーピン、うん、なるほど、カンウマンかカンローソーみたいな。はい、ルミも進んでいく。はい、ルミいい、いいんですよね、ポンチ自在の。そうか、アズマも、はい、これが2、3、4の3色になって、はい、メンタンピンツも3色とかなると一気にトップですからね。そうですね、浮きまである。ただ厳しいっちゃ厳しいですね。そうですね、簡単な道のりではありません。数万がもうないのか、1枚もないんですね。いや、これ井上としてはこれルミにドライちゃったら1000、2000ダメなんで、ちょっともう難しいですよ自身の立ち回りが。でも数ピン切った、難しい。ローンって言われたらもうダメだし、はい、リャンソーカカンかな、自身でリャンソーポンしています。これはカカン、カンドラはありません。テンパった、テンパイ69万、危ないローワン、とても危ない。危ないっていうかかなり危ない、とてつもなく危ない。まあ最終手出しがチーマンどう見るかはありますね。はい、山には残り3枚。まあ、伊達も、はい、2000、まあ、2000点はないか、26、はい、だったらまあしぶしぶ許しますよと。ただドライちゃったらダメと、52は絶対嫌じゃないですか、沈んでしまう、沈みになっちまう。この果敢が効いてる。これも果敢か、果敢だ。これ関数どの点だろうか、3200ですか。リンシャンで積もったら24、3200、まさかのチューン、違う。ちょっとなんか笑ってましたね今いやきついかな、きついな、ってか危ないものしかない。そうですね、チーマン抜くしかない。あ、ローピンは通ってるか。そうですね、チーソー一応押しましたか。押してますね、明確に。これで東は単葉チートイツ、うん、いやー、井上もこの手ですから頑張りたい。ここはローワン、ルミの上がり、はい、3200、はい、ダブナン3200の上がりです。さあ以上で2回戦が終了となりました。
2回戦トップからルミ、2着伊達、3着井上、4着東の並びで2回戦が終了となりました。続いて3回戦です。